これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ。それくらい当然だ。鳥居が見えるようになっているはずだ。探すぞ。あれだな。よし、浄化しようぜ。考えれば分かることか。皮肉はいい。閉じ込められる前にここから出よう。結界の要になっているものがあるはずだ。探せ。まず一つ、この調子で行こうぜ。あらかじめ結界が仕掛けられていたのかよ。できすぎだぜ。
結界は完成にどれくらいかかりそう？まだ大丈夫だ。結界を破ることに集中しろ。これで二つ。気をつけろ。結界が完成に近づいている。結界が消えない。まだあるはずだ。
分から罠に飛び込んだからだよ。クソ。よし、こいつで最後か。おい、さっきから後手に回ってばかりだぜ。凛子さんを疑ってるのか。ああ、疑ってるぜ。凛子に何があったか知りたい。印の色が違う公衆電話を探せ。直接江戸に繋がる電話だ。それと、使うにはテレホンカードが必要だ。それも探す必要があるな。印が白い。これは違う。こちらから連絡が取れるように特別な公衆電話を用意しておいた。使うとは思わなかった。他のあたり。増援が来たぞ。もちろんあっちのだ。食べ。慌てずに食べな。なんだ、様子がおかしいな。何か教えたいんだろうね。追えない数だな。これ持って行っていいかな。いいんじゃないか。今は非常事態だ。
待ってろよ。これじゃない。印の色が違うものを探せ。急がなきゃ。印の色が違う？ああ、これだ。悪いが今は手が離せない。想定外のことが多すぎてね。なので現状の報告だけ行う。作戦通り渋谷から離れることができたのは僕とデイルだけだ。他のメンバーとは地蔵通り近くの駐車場ではぐれてしまった。 KK は死んだと思っていたが、転送装置から魂が送られてくることを考えると生きているかもしれない。以上だ。ったく人間嫌いめ。地蔵通りの駐車場か。エドたちが待機していた場所だな。行ってみるぞ。何か落ちてる。
承知した。エリカが行きそうな場所を教えてくれ。僕たちも探してみる。俺たちがうまくいかなかった理由がわかるだろう。渋谷駅に行くぞ。俺たちが連絡用に使っていたコインロッカーがある。リンクはそこに何か入れたみたいだ。気をつけろ、百鬼夜行だ。誰かの思念がある。転送装置を使って移動しているのか。霊になっても消えないわけだ。リンコのやつ、死んだ後もエリカを探していたんだな。ロッカーの中を調べよう。エリカが見つからなかった時のためにここに鍵とメモを置いたんだろう。リンコさんはこの部屋にも行ったのかな。必ず行くって書いてるからな。死んでも行くはずだ。エリカって誰なの。仲間だよ。敵合者の一人だ。俺たちと一緒に戦うはずだった。だがリンコはエリカを戦わせなかった。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの狂った男の娘だからな。これで気味が悪いな。いちいちビビってんじゃねえよ。
にあった団地はここだな。どっかにシートがあるはずだ。探してみる。俺が手本を見せてやるよ。ここだな。なんか様子がおかしいね。何かあるはずだ。調べよう。撫でてる場合じゃねえだろ。でも可愛いだろ。可愛くね。随分買いだめしてるな。リンコ、いや、もう一人いる。病院で見たぞ。あいつらの仲間だ。やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。私の正体はバレたみたいだな。そういうことだな。じゃあ
もう騙し討ちの必要もないな。ここに閉じ込めてあげるわ。なんだ。消えた。どこかにいるはずだ。探すぞ。私が抑える。今のうちよ。リンコか。随分とヘマをしたな。せめてここで取り返すわ。急いで。あそこ。リコ、俺はお前を許していないぞ。私も許されるとは思っていないわ。でもまた一緒に戦うことはできるはずよ。ああそうかもな。お前次第だぜ。リコ、もう少しそいつを抑えておけ。リンコさんは返してもらうぞ。外に出られた。リンコがいない。探すんだ。さっき見た公園と似てる。リンコを切り離して逃げたか。リンコさんは？よかった。無事のようだな。はい。僕たちは大丈夫です。リンコさんの方は？問題ないわ。本当に問題ないのか？目は覚めたよ。それに取り込まれたけど、ただでは戻ってこない。この辺りの霧の発生源が分かったわ。今から教える。何か書くものはあるかな？大丈夫だ。この姿のいいところは肉体や物質に縛られないところだ。今からあなたに送るわ。あとは二人に任せるわ。
場所が分かった鳥居を浄化していくぞ。